いってらっしゃい。これでチンゲンサイがちょっと蒸しにできたら、400か500ぐらいの水を入れてスープにしていきます。少し蒸しにしたりとか油で炒めたりとか
焼いて、そういうふうに下処理をすることで野菜のえぐみがなくなるという青臭さとかえぐみとか、そういうものがなくなるんです。だからそれから水を加えてあげた方がこう美味しくできるっていうか、1杯ぐらいかな。そうですね、色かな。なんか私絵を描く感覚なんですよね。どういうフレームに入れるとそのスープが綺麗に見えるかなっていうのは、例えば青菜のスープだったらやっぱり白い器の方が映えるかなとか、あとなんか意外と地味な色のスープの時はむしろ派手な色の器とか白の器よりもちょっと黒っぽい器でこうなんか全体を沈ませるみたいにするとか。なんか自分が本当に好きに使える時間って朝しかないから、なるべく朝にこう頭を遊ばせるっていうか、なんて言うんでしょうかね、こうふわーっとしとく